皆さん、はじめまして、こんにちは。初めて投稿するものです。今回はですね、折り紙で、ミッキーを折り紙で作ろうということで、はい、やっていきたいと思います。折り紙でといっても、1枚で折るわけではなくて、折り紙ブロックという手法を用いてですね、組み立てることでミッキーを作っていきます。これはですね、折り紙を切ったものです。縦が5センチ、横が10センチ。ですね。これをですね、まずこう真ん中で折って、でここも折って、こういう状態にします。これをですね、またここの部分からこう折って、こういう状態にねしています。で、この残った端をですね、このように折り返して、こういうふうに折ってですね、で、これをこっち側に折りたたんで、で、これで、ブロック、これを、ブロックのように組み立てていきます。でですね、ちょっと折るのも少し時間かかるのでですね、今回はですね、もうすでに折ってあります。これだけで、これをですね、組み立てることで、ミッキーマウスをね、ちょっと作っていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。で、動画の方少し長くなってしまうので、動画リストという形で区切っていきたいと思います。まず組み立てパート、頭と胴体、それとボンドを入れて、最後にパーツを作って、最後にパーツを貼り付けていく。パーツを貼り付けて終了ですんで、パーツを貼り付けた動画を最後持っていくので、最後の動画だけ見ていただければ、大体どんなものが出来上がるかっていうのを分かるようにしておきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあまずね、そこを組み立てていきたいと思います。まず頭を作ります。まあ頭ちょっと時間かかるんですけどね。まず先ほどの紙を真ん中で折ります。長方形にしますね。で、また三角に折って、で、これを折り返す。はい、そうするとこんな感じになります。これをこのように折っていくとですね、こういう三角形のものが出来上がります。こういうものですね。これをね、3個ありますんで、これをね、ボンドをつけて、ここにボンドをつけます。あんまり、ベタベタつけなくていいんですけどね。軽く、このように。こういう紙なんですけど、使うときは、水性ボンドじゃなくてですね、木工用ボンドを使います。水性ボンドだとくっつかないです。まあ、だから必ずね、木工用ボンドを使ってやってください。他のね、動画リストの方では喋りますけどね、これはクローバーボンドと言いまして、手芸用のボンドです。大体こういうものを使ってね、こういう作品を作っている人が多いと思うので。じゃあ、そこを作ります。はい、1段目ができました。1段目で、2段目になります。ここから3段目までは増やしながらね、やっていきますんで、ちょっとそこといってもちょっと作り方が特殊なんですね。最初4枚でしたけど、1枚ずつ挟み込むようにやっていきますんで、4枚であったものが8枚になります。ここのね、部分に、
時間がないのでまとめてやってしまってますが、ここに1枚挟み込んでそこに上に2枚入れるという手法で増やしていきます。片っぽずつね、入れながら増やすっていう手法もあるんですけど、私はちょっとあまりそういうやり方は使わないですね。はい、2段目が終わりました。じゃあ次3段目、3段目もまた増やします。でこの時点で、ここが真ん中になりますね。ここがまあちょっと見づらいんですけど、後でまあ見えるように。でね、ここが真ん中なんですけども、ここはこの上と下の部分だけ増やして、最後のここの真ん中の部分、ここは増やし目をしないでそのまま入れます。少しね、鼻の部分が平たくなるようにしてますね。でこの部分でちょっとですね、こう開いていただくと、ここは引っ張ってですね、はい。じゃあ次はですね、この状態で次4段目入ります。あ、4段目でいいんだよな。4段目が終わりました。次5段目になります。でね、入れにくくなってくるんで、少しこう押さえながらね、押さえながらというか、少しこう潰しながらね、やっていただくといいかと思います。で、5段目が終わりました。で、5段目が終わったんで、今度は増やし目をします。で、上をしっかり見て、真ん中の部分にこう差し込んでいきます。鼻の部分ってちっちゃいですよね。だからおでこの部分が大きくなるようにですね、ここは5枚って入れて一気に増やします。5枚やっぱり挟み込むような形でね、5段目に挟み込んで、挟み込むと挟み込んだ分だけね、目が増えますよね。そういう形でやっていきたいと思います。でほっぺたの部分ですね、ここは。このほっぺたの部分も増やしていきます。
やったことある方は知ってると思うんですけど、白っていうのは非常にもう抜けやすくってですね、ちょっと割ってる私もちょっとやりにくいんですけど、はい、これで6段目が終わりですね。増やし目が入ってますんでね、多少抜けにくくなっちゃってますんで、7段目一気にいっちゃいます。動画の都合上ね、1枚ずつ入れていくとすっごい長くなってしまうので、ちょっと見てて辛いじゃないですか。だから2枚ずつ入れてますけども、あんまり皆さんもしやりたいなっていう方があれば、よっぽど慣れてなければ1枚ずつやっぱり入れていった方がねいいと思います。これはスピードアップのためにやっております。はい、はい、7段目終わりです。次8段目にね行きたいと思います。だんだんねこう膨らんできてるのが分かりますかね。あとね、ここにちょっと裏差しを入れてますけども、これはおでこを広げるためにやっております。ちなみに裏差しというのはですね、この後ろの直角な方が表に来る入れ方を言います。ちょっと分かんねえなって方はね、動画見ていただければねちょっと分かるかと思うんですけども、次は9段目になります。9段目なんで、少しこのほっぺたのところをね少しまた増やしていきます。もう増やし目ばかりです。言いながらじゃないとね、もう間違っちゃいますね。これだけ増やし目が多いとね、まあしょうがないんですけども、またここを増やしましょうかね。でですね、このおでこのところのですね、裏差しはここで終わりです。だいたいここまでやればね、だいたいおでこ出るんで3段もやれば十分です。まあ犬とかね作るときは1段とか2段とかで表現したりするんですけど、今回はちょっとミッキーマウスということでね、ちょっとこういう感じで、はい、ここが顎です。これがほっぺた、これがおでこですね。なんかだんだん分かるようになってきましたね。おでこから入れていきます。
あ、そうだ、これやる方に言っとかないとな。ですね、この折り紙っていうのはですね、折り方はそんなに難しくないんですけども、なるべくやりたいって方は丁寧に折るようにね心がけてください。まあ本とかね、もし興味ある方は買っていただければ細かく載ってるんですけどね、折り方なんかに関しては。まあ雑に折ってしまうとですね、組みにくいんですね。まあ急いでやることでもないんで。あ、ここで増やし目が入ります。ここか。増やし目というのはね、また先ほどやった何段目だっけ、10段目に増やしていくような感じですかね。10段目であっていうような、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10段目であってますね。10段目に増やしていくような形で、で本当は挟むだけでいいんですけど、挟むとね取れてしまうので、11段目も一緒に入れてしまってます。そうすることでね、そう簡単に抜けなくなりますね。で、この辺まで来るとね、ちょっとだんだん入れにくくなってきます。抜けやすくもなってきますんでね、まあイライラしないでやってください。はい、はい、と言ってる間に11段目が終わりました。で次12段目に行きます。あと4分ほどでね切りたいと思います。20分ぐらいでね一回切った方がいいと思うので、12段目からですね、黒が入ってきます。はい、これでね12段目が終わりになります。ここがおでこ、これがほっぺたで、これが頭の黒ですかね。でここが顎です。顎の部分は増やしてません。おでこの部分を一番増やしますかね。じゃあね、一回20分近くになってきたんでね、一回ここで切らさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。